こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、僕のブランドソーのですね、最新作を皆さんにご紹介をしたいなと思っています。今回制作しましたのはこちらですね。僕が今履いているストライプのパンツですね。その名も普通のストライプパンツというものなんですが、こちらをですね制作をしました。ボトムスはですね、僕のブランドの中でこれまでですね、黒パンですとかオリーブのベイカーパンツですとかホワイトパンツを作ってきたんですね。これらというのはですね、もう僕の中では鉄板で必ず持っておきたいような名盤なんですが、それに加えてやっぱり外すことができないなと思ったのが、僕が今履いているようなストライプのパンツなんですね。こういったものというのは実はあまり履いたことがないという方も多いんじゃないのかなと思います。やっぱりこうブラックのパンツだとか、ネイビーのパンツ、このあたりなんかはですね履く方は多いんですけど、ストライプパンツになると多分経験されている方は少ないと思います。僕にとってはこういったものというのは結構付き合いが長くて、一番最初の記憶だとまだ大学生ぐらいの時でしたかね。セットアップといいますか、上下のスーツストライプを買って、そのボトムスだけですね単品で結構使い回していたんですね。ストライプのパンツって結構シャープに見えるしかっこいいなということで、僕はこれ単品で使っていた記憶があるんですね。なかなかですね、お店でこういったストライプのパンツって売ってる機会が少なかったので、そういった形で使っていましたが、それからしばらく経ってオーダーでですねこういったパンツを作っていたような時もありました。最近では割とですねエディフィスなんかでこういったストライプパンツって時々やるので、見つけたら買っていたりしたんですが、自分の中でのこう理想的なシルエットだとか、あとはですねサイズ感ですね、ウエスト周りだとか、あとはフィッティング、このもも周りのフィット感だとか、あとはテーパードの具合とか裾幅だとか、そういったところにやっぱり自分なりのこうこだわりだとか癖みたいなものがあるので、そういったところをしっかりと表現して自分にとって満足の高いですね、こういったストライプパンツを作りたいなということで、今回こちらを制作させていただきました。ちょっと近くでお見せしたいなと思うんですが、まず腰回りを見ていただきたいんですけども、適度なゆとりがあります。タックがですね1つ入ってます。ワンタックのボトムスになります。ツータックのですねボトムス、様々な専門ブランドでやっていますが、そこまでやってしまうとちょっとこう癖が強く出てしまいすぎるので、ワンタックに抑えています。そしてもも周りのですね幅は適度にありますね。適度なゆとり感というところはちゃんと設計をしています。ユニクロのタックワイドパンツと比べても大体同じぐらいかなという印象ですね。で、膝から下にかけてはテーパード少しだけかけています。あまりこうズドンと太いままにするのではなくて、裾幅はちゃんと確保しながらも適度なテーパードをかけることで、足長効果もちゃんと表現できるようなですねシルエットにしています。最近はですねワイドパンツのブームというところも一段落してきて、僕もですねそんなに太すぎるものは履かなくなったんですね。そういったところを意識しながら、ワイド感はあるんだけどもストンと落ちるような少しだけのテーパードということで、今回はこちらを作りました。で、生地なんですが、ストライプが入ってるんですが、このストライプの幅は指1本分ぐらいですね。わかりますかね。割とですねこの定番的なストライプ柄なんですが、このストライプの線がこう二重になっているので少しこうインパクトがあるんですね。でも遠くで見るとそこまでこうストライプの感じが強く出すぎないんですね。あんまりこうストライプが強すぎるとちょっと怖い人のように見えてしまうので、そのあたり調整が必要だなと思ったんですが、程よい生地を見つけましたのでこちらで製作をさせていただきました。で、股上なんですが、結構ですね最近のボトムスってクラシック回帰で深いやつも多いんですよ。だけども深すぎるものも結構僕の中ではなかなかバランス取りづらいなということで、決して浅くはないですが通常ぐらいにはしていますね。そうすることでタックンした時のバランスもちょうどいい形にしています。もっと深いものだとこのあたりになるんですよ。それはそれでちょっとこうトゥーマッチな感じがしてしまうので、タックインもバランスよく大人っぽくはまるような形にしています。かなり個人的には満足度が高くて、いろんなショップで僕は見るんです
ですよ。そもそもストライプのパンツという選択肢が少ないのと、あっても太すぎたりだとか、逆にこうテーパードが効きすぎて綺麗すぎたりだとか、自分の納得のいくものがなかったんですが、今回に限っては、まあ、自分でやっぱり設計したというところもあるんですが、非常にですね、使いやすい一本が仕上がったかなと思います。ちゃんとこうベルトループもつけているので、まあ、ベルトをつけていただいてということもできます。で、一応ですね、ちょっと見えないんですが、まあ、サイドとか後ろはゴムの仕様になっていますので、割といろんなウエストサイズの方にも似合いやすいかなと思います。僕はウエストがちょっと緩めなので、こういったドローコードもちゃんとついておりますので、もしもですね、緩い場合はしっかりと締めていただくこともできるので、結構着ていただける方の範囲は広いんじゃないのかなと思います。使い勝手も含めてですね、非常にバランスのいい一本に仕上がっていますね。まあ、コーディネートはどうしましょうかというところなんですが、まあ、なかなかですね、ストライプのパンツ履いたことがない方も多いかなと思うので、ちょっと解説をしたいなと思います。まあ、今のようにですね、ちょっと今日は全体をお見せしやすいように T シャツで着ていますが、タックインした T シャツスタイルなんかも合います。黒 T タックインみたいなのもすごくかっこよかったりするので、まあ、ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいんですね。あとは例えばですね、うちのブランドで言うとデニムシャツ、このあたりは最高に相性がいいですね。なぜかというとですね、このストライプのパンツ自体の色味がちょっと分かりづらいんですが、真っ黒ではなくてダークネイビーなんですね。本当にネイビーの濃い色になっていますので、同じですね、インディゴブルーというブルー系とこういったネイビーのストライプパンツはものすごく相性がいいので、ちょっと羽織ってみますね。まあ、これはもう間違いがないなと思います。僕もよくやる着こなしなんですが、こういった具合で秋、今時期であればですね、こういった、デニムのシャツと合わせていただいて、こうグラデーションを楽しんでいただくのはいいんじゃないのかなと思いますね。このね、こうブラックのパンツにはない縦長のストライプ感、このあたりはやっぱりクロート感が出てすごくいいんですよね。まあ、僕大好きなんですよ、ストライプのパンツ。だけどもなかなか売ってないということで作りました。いかがでしょうか。こういった感じでデニムシャツのコーディネートは鉄板で合ってくるかなと思います。まあ、ちなみにですね、今靴はですね、白のジャーマントレーナーを合わせてるんですね。ちょっと見ていただきたいんですが、まあ、どういった靴が合うのかっていうところもお伝えしますと、正直ですね、あまりこうボリューム感のある靴は僕は履かないんですよ。ストライプのパンツのちょっと上品さというところに対して、まあ、ニューバランスとかそのあたりはちょっと合わせない方がいいなと思ってまして、ジャーマントレーナー、もしくは例えば白系であればサンバですね。サンバ、このあたりも相性がいいです。あとはオールスターとかももちろん相性がいいので、レトロなスニーカーなんかはもちろん履いていただくとハマりがいいかなと思います。あまりこうぽってり感があるものではない方が僕は、このなんだろう、パンツには相性がいいなっていうのを実際にこうサンプルを何度も履きながら実感しているので、こういったサンバも非常に相性がいいんじゃないのかなと思います。あとはですね、もちろんブラック系も良くて、ネイビーのパンツに対してこういったブラックで引き締めるのもいいので、例えば、まあ、先ほどお伝えしたコンバースのオールスターのローとか、あとはアディダスのサンバですね。アディダスのサンバの黒はすごくこれまた相性がいいので、僕はこれも結構合わせてますね。こういった形で適度なカジュアル感があるけども、ブラックレザーの上品さというところもちゃんと現れるので、こういった形で合わせていただくのもいいかなと思います。あとはちょっともう時期は過ぎてしまったんですが、レザーのサンダルですね。例えばグルカサンダルみたいな感じですね。こういったものも相性よくて、今はソックスですが、ちょっと履いてみますね。こういうレザーのサンダルなんかもすごく相性がいいので、夏場であったらそういったスタイリングもいいかなと思います。ちなみにこの生地の厚みなんですけど、中肉なんですよね。真夏に履いても大丈夫です。はい、もちろん暑いのは間違いないんですけど、真夏でもまあいけると。でそれ以外の秋冬春全部いけるので、基本的にはオールシーズン使っていただけるような中央な素材を使っていますので、そのあたりも長いシーズン付き合っていただけるんじゃないのかなと思います。はい、こんな具合で靴に関しては、スニーカー、割とこうローテクのスニーカーが相性が良くて、サンダルも合うし、あとはですね、ローファーも合います。最近はちょっと革靴がまたブームになりつつあるので、こういったローファーなんかで綺麗に合わせていただいてもいいですね。その場合はなんか上半身はデニムジャケットとか、そういったちょっとこうカジュアルなものの方がいいかなと思うので、ちょっとカバーオールでも着てみましょうかね。
まあ、カバーオールも先ほどのデニムシャツと同じように、まあ、インディゴブルーなのでこういったダークネイビーとは相性はすごくいいです。着てみますね。これも僕のブランドソウの、カバーオールになっていますが、こういった形で、上半身はちょっとカジュアルなんですけど、ボトムスはややこうきれいめな感じに仕上げるっていうのもありなので、こういったこともできますね。本当にね、いろんなことができるので皆さんトライしていただきたいですね。もちろんカジュアルなシャツだとかカバーオールにも合いますし、あとは何が合うかな、ベージュとかも結構相性がいいんですよ。例えばベージュのシャツなんか着てみましょうかね。これまたうちのブランドのベージュのシャツで、すでに買っていただいている方もいるかなと思うんですが、まあ、ベージュとか上半身をちょっとこう明るめにまとめてボトムスでちょっとギュッと引き締めるみたいなスタイリングも合うので、結構使い勝手はいいです。ちょっとこの場合は靴はローファーだと重たいかなと思うので、サンバに履き替えますね。サンバの白とかにしてみましょうか。こんな形で上半身と下半身バランス取っていただければ、上は明るい、下は濃い、だけど下が黒じゃなくてストライプにすることでちょっとクロート感みたいなところも出せるかなと思うので、こういった着こなしもありなんじゃないかなと思いますね。ほんといろいろ使えます。あとはバブアーと合わせていただいてもいいし、ちょっとこうなんだろうな、変則的なところで言うとアークテリクスとかナイロンジャケットみたいなものと合わせていただいてもいいかなと思うので、本当に様々なスタイリングに意外とハマってくれるのがストライプパンツのいいところかなと思っています。ちなみにですね、今回もこちらは全て国産ということで、国内の工場ですね、ボトムスを得意とする工場さんで作っています。で、素材も国内のものを使っていますので、ちゃんと上質なものになっています。まあ、本当にこう作りの背景としてはセレクトショップのオリジナルというよりはドメスティックブランドに近いように、国内の工場生地を使っているというところで、で価格なんですが、問題の価格ですね、まあ、決して安くはないです。18,800円ということで、まあ、先ほどの工程を考えるとわりかしこうお手頃な感じに収まってるかなと思います。ドメブラになるとやっぱりこう3万円を超えてくるようなボトムスが多くなってくるので、なんとか1万円台に抑えられたというのは、個人的には良かったんじゃないのかなと思っております。まあ、気になる方はぜひオンラインでこちらの動画の下の概要欄に、URL 貼っておきますので見ていただきたいなと思います。サイズは SML、XL かな、この4サイズになっていまして、僕の身長164センチ、53キロだとこちら今 S サイズになります。僕はボトムスはだいたい S でいいんですけども、で、まあ、普通体型の方だとだいたい M でいいと思います。まあ、いずれにしろこのドローコードついてたりだとかゴム伸びるので、さまざまなサイズの方には対応してくれるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、こちらのパンツ気になる方はチェックしていただきたいなと思います。渾身の一本だと思っていまして、僕の中ではそうですね、ボトムスそんないっぱい持っててもしょうがないだろうっていう感覚があるので、ブラック、ホワイト、オリーブ、ストライプ、ここら辺はもうマストですね。あと実はグレーもあると便利なんですが、グレーももううちの方で作ってあって、これまたいつか量産したいなと思ってますので、このあたりさえあればボトムスはもうコンプリートかなと思うんですね。あとデニムか、デニムもありましたね。デニムとかデニムスラックス、このあたりもちゃんと作っていきますので、まあ、うちのブランドで気になるものがあったらよかったらチェックしていただきたいなと思っております。ということで以上、スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。